ブースピー。あ、キノコ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 。ん？誰か来たのか？郵便です。またあいつがなんか買ったのか。一体今回は何を買ったんだ？これは、MacBook、だと。おい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 、クソオプ主、これは一体どういうことだ。見ての通り MacBook を買ったんだよ。てかクソオプ主ってひどくない？だから、なんで Mac なんて買ったんだって聞いてんだ。そうよ、Mac なんてスーパーオシャレ金持ち近くにスタバある人専用 PC じゃない。それなのになんであんたみたいな貧乏田舎民が。貧乏田舎民で何が悪いんだよ。てかこの Mac 一体いくらだったんだ？ヤフオクにてジャンク8000円で落札しました。8000円。結構するな。まあでも Mac ですし、しかもこいつそこそこ新しい2017年モデルなんですよ。2017の MacBook ってことは最新の MacOS をインストールできるわね。あと実は主 MacBook 自体は初じゃないんですよね。え、お前 Mac 持ってたの？結構前にこの MacBook Air をメイン機として使ってました。個人的には見た目もかっこよくてトラックパッドも使いやすくていい PC だったんですが。が？ある日突然バッテリーが死んでしまいました。それは、残念だったな。で、今では Windows 信者になったってわけです。でも久しぶりにこの Mac を触ってみたら新しい Mac が欲しくなっちゃって、今回ヤフオクで落札したってわけですね。じゃあ前置きが長くなりましたが開封していきますか。さあさあ皆さん今回は Mac ですよ。なんかいつものジャンクノートよりもワクワクします。これが Apple 製品の力なんですかね。いやそんなことはな。じゃあまずは箱からアップル製品を味わいますか。ジャンクで箱付きってなんか珍しいな。いやーこのシンプルでおしゃれな箱、最高ですねー。スペックはこんな感じらしいです。特に何もカスタマイズされてないモデルですね。ワンチャン i7 とかあるかも、とか思ってましたが現実はそこまで甘くなかったです。もちろん偽物ではなく正真正銘アップルマックです。じゃあ気が済んだのでそろそろ開けます。きたー、うっさ。ちなみに色はスペースグレーです。あとカラーバリエーションが増えたのはこの MacBook からっぽいです。さあさあ箱から本体を取り出しましょう。本体を取り出し、取り出、取り出し、取り出して、A few moments later. はい、なんとか取り出すことができました。すごい取り出しづらかったです。付属品はこれだけで AC アダプターとかはないです。中には紙類が一式入ってました。そして地味に嬉しい Apple ステッカー。しかも本体色に合わせてスペースグレーになってました。さすが Apple。これで OK。 次は本体見ていきましょう。パッと見なかなか綺麗そうだな。確かにパッと見は綺麗かもね。と言いますと？まあそこに関しては後ほど。まずは左側面、まあ普通てか普通に綺麗ですね。そして端子は不要だった USB-C1 個だけです。皆さんはこの端子どう思いますか？次に背面、背面には特に何もないです。てかなんか左端おかしくないか？そんなことないですよ、あははは。続いて右側面、はい、見ての通りケチョンケチョンに折れ曲がっております。これはひどい。そしてイヤホンジャックに至ってはもはやだえん。しかも隙間に何か挟まってます。いやこれ絶対動かないだろ。大丈夫だ、問題ない。問題ないらしいので動作確認していきますか。いやそれお前が編集でつけた。まずは AC アダプター。とりあえず30以上あればいいらしいので、どのご家庭にもあるこの任天堂純正 AC アダプターを使います。そんじゃあやっていきましょう。まずは AC アダプターをぶっぴがん。スイッチオン。あ。なのにどうしてさよならは。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ、あんたが
いや勝手に終わらせんな。まあなんていうか知ってた。そりゃそうだろうな。でもまた前のシンクパッドみたいに交換すればいいじゃない。まあそうなんだけど、さすがにこれは無理。ああ、じゃあどうするんだ。まあ悩みますが、このまま行きたいと思います。いや絶対に無理。まあとりあえずリカバリしてみますか。A few moments later. 来たー。マジかよ。苦戦しつつもなんとか OS をインストールすることができました。てか、よく4分の1くらい見えなくてもできたわね。まあ、おそらく Mac だからこそできたんだと思います。どういうことだ？知ってる人は知ってると思いますが、Windows と Mac って基本的に逆なことが多いんですよ。例えばウィンドウを閉じるときのバスだったりとかスクロールだとかで、ちょうど割れて映ってないところが幕を操作するにあたってあまり問題ないんですよ。なるほどな。じゃあサクサクっと設定を済ませましょう。はい、無事設定が完了しました。じゃあ試しに様子でも見ていきますか。問題なく再生されてますね。液晶以外は特に問題なさそうです。にしても反射がやばいですね。反射のレベルがもはや鏡。それじゃあ最後にベンチマークでもして終わりにしましょう。この USB の中にベンチマークソフトが入ってます。この Mac って USB-C しかないんじゃなかった？なので急いでハードオフエッジしてこんな感じの変換するやつを買ってきました。価格は税込みで550円でした。初めっからこれ買っとけばだいぶ出力できたじゃないか。まさかこんな安く売ってるとは思ってなくて買うの躊躇してたんですよね。まあ OS もインストールできたし変換も変えたので結果オーライです。そんじゃあベンチを回してみましょう。あ、ちなみにスペックは初めにも言った通りこんな感じです。でスタート。今回使うソフトはシネベンチ R15 です。このソフトも公式から配布されてないので USB から入れるしかないんですよね。それか中華の怪しいサイトから入れるかですが。はい、無事完走しました。結果は 247GB。 まあ、お世辞にも高いとは言えませんが、ファンレスな上に前回のシンクパッドよりも数値が高いので上出来だと思います。でもこれを新品14万で買おうとは思いませんが。ってことで以上ベンチマークでした。ってことでいかがでしたか。ヤフオクの画像だと潰れたイヤホンジャックしか載ってなかったんで、液晶が割れてたり本体が曲がってたのは予想外でした。でも一応操作できるのでとりあえずはこのまま行こうと思います。まあ、きっとヤフオクとかメルカリとかで中古の上半分とかなら売ってそうなので探そうと思います。それ明らかにあったあなたの感想ですよ。まあもちろんそうですけど実際にそういう事例はありますよね。なんか映った特に何も。ってことで最後までご視聴ありがとうございました。